家賃の8分の1の金額で借りられる。めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。そうですよね、はい、家賃8万円の方だったら1万円で、はい、そういうことです。へー、手当チャンネルのお時間です。今回のテーマはこちら、教えて後藤先生、介護の行政とお得な制度。じゃあ実際の制度のご紹介、はいはい、まず1点目にご紹介をしたいなと思ってるのは、はい、宿舎借り上げ制度というもので、はい、これ何かというと、うんうん、まあ、家賃補助を介護職の方々に東京都がしますという制度になって、上限は月8万2000円までということで、まあ、8分の7を助成しますと、うんうん、はい、めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。そうですよね、はい、なので家賃の8分の1の金額で借りられるということで、これすごく大きい制度だと思います。例えばもう簡単に言うと、はい、家賃8万円の方だったら1万円で、はい、そういうことです。はい、で借り上げ制度なので、はい、あくまでもその事業者さんが宿舎として借りる際に費用を助成するということですね。なので社員寮みたいなものの整備のイメージでしょうかね。はいはいはい、はい、これはすぐ利用したいですね。そうなんですよ、はい、そうなんです。まだまだ知られていなくて、半分も実は使われてないんですね、はい、これは予算の予算で取ってる金額の半分も使われてない、はい、使われてない、まあ、一応女性の要件っていうことで、はいはい、出てますね、はい、福祉避難所であることとかですね、はい、宿舎が事業所の近く、はい、そうですね、近くにあることとかですね。っていうのもやっぱ福祉避難所ということで、一応立て付けが何かこう震災があった時にすぐに駆けつけられるという前提で、そういった環境を整備するのにお金を出しますという、そんなような事業になっているので、はい、4年が上限。そうですね、はい、対象者とか入居っていうの、対象者、あ、これは介護職員の方々が入居していることということですね。で法人の役員さんはダメですと。そういうことです。あ、なるほど、はい、あくまで現場の方にやっぱり使っていただくような制度ということで、はい、もし皆さんご存知になったら殺到するんじゃないですか。殺到してほしいんですけどね。そうなんです。なんかすごい高いハードルがあるんですか。今年まではちょっと制度が使いにくいものになっていて、はい、マックス借りられる、お部屋の上限が4部屋までっていうのが決まっていまして、はい、新卒5人入ってきたらあと1人どうすんだみたいな話で、まあさすがにこれじゃ使いにくいでしょうということで、はい、いろいろと提案をしてまして、うん、今年の4月以降は最大20部屋までということで、はい、枠がかなり拡大をします、はい、その施設の規模によってということですね、はいはい、ちなみにこのご家族とかが住んでも大丈夫なんですか。はい、そうですね、はい、でお子さんとかがいらっしゃったりとか、はい、そういったところの家賃補助にもなると。そういうことですね、はい、お子さんが生まれたりするとマイホーム買われたりして出ていく方の方が、まあ、割と多いんですけどね、はい、で今のところは4部屋が上限ということなので、割とこう新卒の学生さんだったりとか、うんうん、最初こうスタートの所得がなかなかこう上がりにくいところに入れてくるとか、そういう使われ方をすることが想定してる感じなんですね、はい、でもあれですよね、だから最大8万2000円なので10万円家賃の方だったら8万2000円までみたいな。そういうことです、はい、いやこれはすごいありがたい。そうなんですよ。そうなんです。ぜひ使っていただきたいなと。そうですね、はい、思います。これあれですね、だからご自身が今お勤め先だとするのがこの制度を導入してないとすると、法人として対応していただく必要が。そういうことですね、はい、法人側はちょっと手続き的には面倒なんですか。一応申請書類みたいなものが必要になるので、はいはい、手続き上のこう負荷というのはありますけれども、うん、はい、そんなに重いものではないのかなというふうに思います、はい、はい、だってこれで働いていただいたら、まあ、定着もある意味でおそらく上がると思いますし、そうですね、そうですね、月8万2000円って年金100万円ですよね。そうです、大きいですよね。すごいテンション上がってしまう。羨ましい、羨ましいですね。これは結構東京都独自の制度でいらっしゃったりするんですか。そうですね、同じように、はい、介護もそうですし保育も実は助成を8万2000円、うん、はい、東京都は現場の方にしているというところもあって、あ、埼玉なんかはそれを採用していなかったりするので、はい、県境だと8万2000もらえるから東京で働こうみたいなですね。そういう現象も起きているというふうに伺っています。例えば東京の事業所にお勤めで、はい、県境で、はい、10キロ圏内だけど別の県の方とかご住所いらっしゃったりすると思うんですけど、はいはい、その場合は対象に。それは対象に、事業所が東京にあるということなので、
すごい。ぜひ皆さんお伝えいただければと思います。はい、はい、他にもいろんないい制度があるとお伺いしてるんですけども、はい、施設さん向けの補助金の話なんですけども、はい、ICT 活用促進事業ということで、はい、職場の皆さんが ICT によって生産性向上したりロボットを入れたりとか、あとはタブレットを入れたり、あるいは職場の LAN の環境を整えたりとか、はい、そうした環境整備をするものに対して最大1000万まで補助しますというような、はい、内容になっています。 Wi-Fi 通ってないとか、うん、結構多いですよね。多いんです、多いんです。結構今ってロボットで介護とか、はい、眠りスキャンみたいなものだったり、新しい製品たくさん出てると思うんですけど、はい、それって全部ベースは Wi-Fi 環境整ってることが基本ベースなんですよね。はい、でも実際に施設なんかに行くと、スタッフルームとか執務室には Wi-Fi あるけれど、うん、2階はないですみたいなケース結構あったりするんですよね。はい、なので、そういう環境整備にも使えるということで、これは非常に画期的な大変好評な実は制度になっています。これ対象の事業所さんとしては出てるような形なんですね。そうですね、特養老健グループホームということで、はい、老人保健施設ですね。はい、で施設あたりの単価が決まってて、そうですね、はい、基本的には補助率が2分の1になるので、うん、それぞれ皆さんの事業所で何かを整備した際の半額が出るという形です。あ、なるほど、はい、1000万円の設備投資したら、その半分が500万が出るみたいな、はい、2000万円のなので上限に対して半分の1000万が出る。あ、なるほどですね、はい、出る金額としては1000万円まで1000万円まで、はい、グループホームだと規模が小さいので、はい、マックス500万とかそういう感じになってるんですけど、はい、いやでもこれでね、インターネットちゃんと通って、うん、ネット通すだけじゃ多分余るので、うん、そうですね、そうですね、もっと追加の投資もできるし、うん、やっぱりね、こう夜勤なんかされてる方にとっては、はい、スキャンみたいなものを入れていただいて、うん、負担をね軽減するってすごい大きいと思うんですよ ね、 すね、はい、まだまだ入ってない、ね、ところも多いので、はい、ぜひそういったものを使っていただいて、うん、職員の方々が、働きやすい環境ですよね、はい、整えていただければいいなと思います。うん、これは結構皆さん利用されてらっしゃるんですか？はい、はい、これは実は今年度からの事業になるんですけれども、はい、うんうん、ものすごく問い合わせが実は多い事業で、もともと想定を超える応募がありまして、来年度は予算も3倍近くに拡充をして、実はあれなんですね、たくさん応募があると予算も拡充されるんですか？そうなんです、そうなんです。へえ、なので制度も、はい、本当にどんなにいいものがあっても使われないとどんどん予算がなくなっていって、はい、逆にこう使われていくとニーズがあるんだなということで、はい、予算が増えたりとか、うん、そういうことなんですね。あ、なるほど。執行率っていうものを行政の方々とってもシビアに見ているので、執行率、執行率って言うんですね。執行率、はい、予算の執行率が悪いものはやっぱ結構議会でも突っ込まれたりですね、はい、見積もりが間違ってたんじゃないかとかすごく言われるので、はい、すごく、ナイーブになっているということですね。もうどんどん皆さん使っていただいて、そうなんです、使えば使うほどもしかしたら追加で予算が増えるかもしれないと。はい、本日は介護の行政と知っておくべきお得な制度について、東京都議会議員後藤先生にお話をお伺いさせていただきました。ケア協では介護職の皆さんの質問を募集しておりますので、ぜひコメント欄の方に書き込みよろしくお願いいたします。また後藤先生の方ツイッターの方でも情報発信されてらっしゃいますので、ぜひそちらの方もフォローいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ツイッターのアカウントは概要欄の方に書かせていただきます。以上、教えて後藤先生、介護の行政とお得な制度でした。次回も介護のためになる話、略して買いための話をご用意しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次の動画で、さよなら。さよなら。